どうせ浮世は夢幻と悟りゃ面白い調査調査夢の50年お役目ご苦労さんおめでたいじゃないかねあなた調査調査まあまあ50年正直者はバカとシャリを食いながら調査調査太く短く涼しく日を送るおめでたいじゃないかねあなた調査調査わかりきったことわからんとこが女草にそれがお役人調査調査しるし番天やれやれ旅はだしおめでたいじゃないかねあなた調査調査製作所見てきたお役人様が労働者は働き人調査調査本も新聞も読む間がないとおっしゃいましたおめでたいじゃないかねあなた調査調査365日夫婦とも稼ぎ血の汗絞って調査調査稼ぎゃ稼ぐほど貧乏する苦に困るアホらしいじゃないかねあなたそうだそうだ先生が生徒の貯金帳を調べ貯金が減ってるどうしたどうした昨日お母ちゃんがお米買ってしまいました食わずにいればいいね先生そうじゃそうじゃ増えた増えたぞ税金滞納者徴兵被者も調査調査とどのつまりはどうなるどうなるか困ったもんじゃないかねあなた調査調査